2014年のルヴァン以来久しぶりのゴールで、やっと取れたなっていうふうに思います。レレ君がシュートを放って、そのこぼれ球だったんですけど、いい位置にいたし、しっかり反応もできて、良かったと思います。相手より先に触って、とりあえず枠にさえ行ったら何か起きると思って放ったので、気持ちで押し込むっていう感じですね僕は。まあ、その前に1本とフリーの健太君のクロス外しちゃったので、その責任感とかもあって相手より早く反応できたのかなと思います。本当このゴールをきっかけにリーグ戦でもゴール取りたいなと思います。2連敗してしまってリーグ戦で、3連敗は絶対に阻止しようっていう風に言ってましたし、リーグ戦出てないメンバーも出てたりして、そういうところで結果出してたので、チームとしても競争がまた激しくなりますし、またいい流れを持ってこれたのかなと思います。そうですね、やっぱり北爪選手得点もアシストもいっぱい取っているので、やっぱ負けてられないっていうのも一つですね。でもすごくいい高め合いもできてると思うので、そこはポジティブに捉えてガムがアピールしていきたいなと思います。守備はマンツーマンみたいな感じでガツガツ来ると思うので、しっかり1枚剥がして、今度はどっかにフリーができると思うので、そこをしっかりできたら有利に運べるのかなって思います。不用意なファールとかは気をつけたいなと思います。自分の役割をしっかり果たすっていうのがまず第一だと思うんですけど、まあ、そのセカンドボールとかは早く反応するっていうのも心がけてます。ここ最近ホームの勢いがすごいので、連勝もしてますし、得点も量産しているので、ホームの勢いはすごいと思いますね。やっぱサポーターの声援とかもすごいので、いい流れに乗れてると思います。チームのために戦って勝てるのが一番ですけど、やっぱその中でやっぱ得点アシスト取れたら最高だと思います。アグレッシブにいった結果、やっぱああいうところにこぼれてきて得点も取れたと思うので、そういうところは継続してやりたいなと思います。優勝に向けて全然僕たち諦めてないので、また連勝積み重ねて一歩ずつ近づきたいなと思います。超アグレッシブに戦うので、熱い熱い応援よろしくお願いします。